おおおおおね、寝坊したんのよ、みんなで。みんなで寝坊したのよ。お弁当もちょっとおかずな、ちょっとしか入れてないけど、鶏の照り焼きとね、アスパラ炒めて、で卵焼きも。お箸あるよ。おいしい。ちびみのチャンネル。スイカ割りもしようと思ってね、スイカ、大きいスイカを持ってきたの。でもさ、車でさ、スイカ割りしててさ、来た。でもさ、パパがさ、おい海さ何？おい海さ、頼んで、パパ泳がれへんからさ、ウキヤもう一個行ったんじゃん。ミランの浮き輪にひっついて、わほほほよ。もう足つけへん。おほほ。無人島行った時にさ、いっちゃんとかと、そうそう、遠くまでさ、ママら泳ぎに行っとってんな。ミラン寝てた、そんで。ほんなら急に、あ、やばい、なんか誘った言うて、もう無理言うて、で、ママ浮き輪渡してあげて、ママ平泳ぎで遠いとこからな、何メートルぐらいあった？100メートル。100メートル、ママパパに浮き輪渡して、一人でクロールしながら平泳ぎしながら帰ってきた。なあ、あれ多分ママできんかったらやばかったよな。うん、俺泳いで、今から海行きます。パパ今行ってるんですけどね、もう出ました。アヒルがポーポー言ってる。うわー、かかつい、なんか、いってえな、俺。じゃあ、行ってきます。バイバイ。ママの持って、ちびみのチャンネル。一回ちょっと優しくポンってしてみて。それで目隠ししてスイカ当てんねんけど、ちょっと優しくポン、でほんま目隠しした後はミラン思いっきりポンって。今日は参加者がめっちゃ多い。ミラ、違う。あとはお兄ちゃんに任せよう。任せて。マジで人お願いします。
種は食べれないね。取ってください。取ってください。なんかいけるかわからないけど。取ってください。これ食べる？初めて食べんの。スイカ初めてやった。自分いっちゃんでかいの食ってるやん。びっくりしたよ。あ、そう。冷たいですかスイカ？どうですか？ぬるなってますもん。え、スイカありました？え、そんだけですか？パパ。いや、パパ食べた、いや、パパ食べた、食べた。みなはどう？美味しい？めっちゃ種が気になって種が気になるな。ちょっとかけようか。あ、いいですか、すみません。どうした。あ、種な。めっちゃ気にするやん。はい。種食べてないかな。食べてないって大丈夫。飲み込んでも大丈夫でしょ、ほんで。ちびみのチャンネル。足。ちょっと離れてんもんな。ギリ無理。わからん。だいたいギリ。自分のチャンネル。あ、やめ落とした。何どうなった？見てなかったけど。昔落とした。まあ運転し中やから。乾杯。パイナップル美味しそうやな。おいしい。結構分厚い。え？結構分厚い。